赤いピンヒールとプロフェッサーは決まっててほうほうほうみたいな意外と結構でもかっこいいというかあんま可愛い系の曲なくてびっくりしたんですけどあそうえなちゃんもだ人数足りないねえなちゃんもだじゃあえなちゃんだけ通一人やんいいですねえなんかそういうのがいいですね <laughs> まあそうですね <laughs> 私的にはあの、まあ、理想は あのいつもやらないような曲がやりたいなっていう理想がありますはいいやもう切実な願いなんですよ私的にはか私は可愛いいユニットが多いんですねだから可愛いユニットじゃないユニットがいい <laughs> <laughs> っていう願望ですね髪フレ4人もいるんだ だからすごいね、チーム s も多い窮キ,キも多い紙フレも多いとい、ね、うね素晴らしいチームでございますでもね決めるのはね誰なんでしょうわかんないけどまあ、楽しみにしたいと思いますそう愛のルールやりたかったやりたかったのに取られちゃったのではいミュやりたかったです赤 <laughs> セクシー系っていうよりかはなんか,かっこいい系がすっごいやりたいの、中坂は。んから思い出以上とかめっちゃもういいなって、え、ガチやりたいみたいになったし、そうなんかっこいい系がやりたいです。はい私たちが関われるかがわからないんですよ、全く。その辺はね、全然わからないので、なんかあれですけど、まあ、私がやりたいユニット曲をとりあえず言っとくんで。 言っときますね、いやでもしたらでも私の意見が通るか分かんないですもんねはい私はかっこいい系がやりたいってここでいっぱい言っとこうまあでもえなちゃんとこごなとゆゆさんがいるからかわいい系はさやっぱその3人がさやりそうじゃんでもみゆはあんまりダンス面ってイメージないからあのダンス曲とかはやっぱ入れられない気もするんですよ <laughs> 難しい難しいでも可愛い系はでもなんか聞いてこそ私ウィンブルドンはやらせてもらえなかったんですねなんか中坂は違うって言ってそんな気にしな分かんなくないですか何かミロリポップやったんやぞ可愛い系やろどっかだもアイドルなんて呼ばないでやったんやぞ いや,いやいやいやその3人に比べたらだって全然ね歓いう系じゃないと思って私はそういう系統じゃないと思ってるので私はやっぱなんかグローリーデイズみたいな <laughs> グローリーデイズみたいなイメージだからえグローリーでもやったことない曲やりたいですよねどうせならこの中坂のこだわりねこれ <laughs> やったことない曲やりたいそうオオカミとプライドもやったのに いやこれはもうねはいかっこいい曲しかないっしょ <laughs> なんかそういうかっこいい曲がやりたいですって <laughs> いっぱいアピールしとくねかっこいい曲がかっこいいイメージないいやだからないのはやったことないからですやらせてもらえないのそういう曲をだからそういう曲がやりたいですグローリーはここなさんんかでもキ期の折り目は青海とナーヤンとミュウなんですよ だから中坂はグローリー折面目なんですキュウキのえジャンヌ・ダルクもいいですよねキュウキやってるの見てマジかっけえって思ってましたそうあかっこいい曲やりたいなってかっこいい コク,クロスとかそれこそ「カメラの中のジェンヌダルク」とか「奇跡は間に合わない」とかやりたいですかっこいい曲じゃね45はですおつおつクロスの人気ありそういやそうなんよそうなんよ赤ピンは 赤ピ,ンね、赤ピンもいいですけどあの日ピンヒール履いて踊れる自信はちょっとないですねあ嵐の夜にはもういいですねえ奇跡は間に合わないだろういいいいでですすすよねね間間にに合合わわなな、ね、ません間に合わないだろうはちょっと歌詞ですねすいません赤ピン赤ピンもかっこいいけどそうねそうね トゥーローズとかもトゥーローズは公演曲じゃないので多分ないですあ主権さんこんばんは SK ホイテッツ教育生チーム十六歳中ちゃんこと中坂です <laughs> 中坂さんが赤ピンでメンバーを踏みつけるらしいと聞いて飛んできました <laughs> どっからそんな情報が漏れてるのかわかりませんけどわかんないですけど中坂さんあるかもしれない <laughs> あかっこいお手上げララバイとかもめっちゃかっこよくない、まあ、多分ちょっとや,やれないですけど一人じゃん。<laughs> だからとにかくかっこいい曲どうでしょうそうかっこいい曲がやりたいのだからちょっと天使の尻尾とかさ引かれてたらさいやガチで当て込まれてたかもしれんと思って。 いやーよかったよ <laughs> ああ来年もいいですねなんかでも,でもよく考えてくださいココナとゆいゆさんとえなちゃんと中坂がいて天使の尻尾3人選ぶってなったら中坂選ばなくないですかいやこれ分かんないメンバーは選ぶのかもしれないけど絶対大人の方には選ばれないと思うんですよ私はだからはいそう ヨカゼもありますあのー、ルカさんチーム確か,かヨカゼ引きましたよねえー、16人姉妹やりたいですね6人6人じゃない8人9人チーム8人チーム9人チーム <laughs> わかんない <laughs> だけどあー石塚ちゃんも選ばれるないやー選ばれる 9人か9人かじゃあ18人姉妹って2回繰り返しますか <laughs> 4人でチョコの行方とかあいいですねでもねやったことない曲やりたいな入りそうですか絶対入んないでしょわかんない自分的にはなんかあんま可愛い曲は合わないと思って生きてるので。 いやそんなことは、ね、ないんですよ私はオールマイティなアイドルになるのでもちろん可愛い曲も似合うんですけど、まあ、当私当たり前に可愛いからでもあのやっぱり、はい、<laughs> かっこいい曲が入れたいのはいということでかっこいい曲をあそれから16人姉妹とかそういう面白い系の曲もいいですね いやー楽しみめっちゃそうやね末っ子やね16ちゃんやでそうだ重ねた足跡公園のユニットがあることにびっくりしましたないかと思ったしかもあれわかんない後半もあったのかなわかんないちょっと見れなかったんですけどバーンって出てた時の。 あー両方えわかんんなないねどううるんだろう楽しみ早くセットリスト送ってほしいな <laughs> もうねそうも私はセットリストを見るのがあのアイドル活動してる中で一番の楽しみと言っても過言ではないくらい大好きなんですねセットリストを見る瞬間が初めて。 だから早く送ってほしいのだからもうめっちゃコンサートとか大好きなんですよセットリスト届くで中坂がこんなに難しい曲をやれるのかっていうのを見るのが好きなんですよあのいかに難しい曲を好きなんですね私はだからあの難しい曲を例えば当てられた時が幸せな時なんですけどまだそ若手婚の あれも来ほらねセットリストが見たい早くおクだからなのかな悟りがね見たいのよ早くもう大好きわかりませんこのさセットリスト見る時のワクワク感わかりませんもうね一番楽しいその瞬間が そうだからコンサートするの大好きです <laughs> 難しい方が思いますなんか自分こういう曲任せてもらえたんだみたいなのとか SKE がこの曲やるんだってなった瞬間が幸せな時ですだからあのダンスナンバーみたいなのがジリナさんの卒婚の時にあったじゃないですかねあれ難易度順でいくとうざ エスケープとギャラクシーはまあほぼ一緒くらいの難しさだったわけでなんかウザ当てられたらもうめっちゃさもうダンスメンやんこれいやどっちなんだろうみたいなでもみゆがウザを当てられることはほぼないと思ってたからウザじゃなくてエスケープかギャラクシーだったらどっちなんだろうって思ってたらエスケープで,でエスケープの方がちょっと人数が多かったんですよね多分だから 何数多い方のチームだったかみたいな,なんか少ない方がさ選ばれた感があるじゃないですか <laughs> っていうのをそういうセットリストを見ながらそういうのを自分の人本当に誰にも聞かれず一人でやる瞬間がもう幸せに楽しい <laughs> でも誰にも共感してもらえないので共感しなくていいです <laughs> 見てくださいスマホケースになったよ初めてすごいスマホケースです私の そうだから ZEP とかもこうやってあのメンバーユニット曲とかのメンバーって決まってないあ,あの決まってるじゃないですか <laughs> だからこうユニット曲とメンバーのところを客してユニット曲だけ先に見たんですよ <coughs> いや誰にも話さないです共感してもらえないもんで <laughs> だからあのー、なんていうんですかそれでユニット曲のところ隠してね 例えばじゃあ大阪じゃなくて名古屋のップユニットで行ったらえっ、ー、と何があったっけグーのねリターンマッチとかマリア恋鳥ゲスな夢あとはミニスカートの妖精かな多分全チームでこんな中だったら目は絶対恋鳥がいいみたいになって。 恋撮りがいいなってまた恋撮りだったりみたいなそうそうでもそういう楽しみ方をマイコンサートしてるんですよでも本当にこれはちょっと誰にもメンバーには共感されないので <laughs> だから人で盛り上がってますあそうこれねスマホケースじゃん パッと見でも本当のこれの形はあ須田さんポジでしたこの前は外れなくなっちゃったこういう感じなんですねもともと買った時からこの形だったから先にこっちにスマホ入れないと閉めれないみたいな感じですそう だかからもうなんか幸せなんですその瞬間が <laughs> いや誰にも共感されないだって、M、ミューはあの自分で言うのもなんなんですけど多分めちゃめちゃ M 気質なんですよだからもう難しい曲が自分に当て込まれれば当て込まれるほどもうめっちゃ個人的には盛り上がるわけよでも多分絶対それって誰にも共感されないから ちゃんとみんなの前では難しい曲きたのよみたいなやばいかもとか言ってるけどもうじ内心はめちゃめちゃなんかやったみたいなこの曲できるのめっちゃ嬉しいみたいな気持ちで生きてるそうそうもう絶対なんかそうなんですよむ難しい曲ができるのが嬉しい。 がそのなんか難しい曲になればなるほどなんか嬉しいわ <laughs> <laughs> かるかな多分そうだから例えばなんだろうなあんまりでもそういう経験ってなくてエンドロールとかめっちゃ自分やりたかったし難しい曲だから。 そういう難しい曲が自分に当て込まれた瞬間がもうめっちゃ湧くんですよね個人的には。<laughs> そうだから。 なんかこう自分に与えられたみたいなのが嬉しすぎてなんかそうちょっと前髪が決まらなさすぎて前髪ばっか触ってるんですけどなんかこういう曲ってあんま任せる人って決められてるじゃん例えば本当にこの前の「ウザとかはガチのダンス面で固められてたわけじゃないですか,だからそういうところに自分選ばれたのめっちゃテンション上がっちゃうんですよ「えそう来た!」みたいな <laughs> もう親にしか言わないんですけど親は共感はしてくれないけど話は聞いてくれるので。 ますいつもそうだからこの前のあのー、ZEP でやったパーティングショットとかもなんかフリーがもどんどん難しくなるにつれてあこういう曲ができるの超嬉しいなって思いながらいましたえそうフリーで変態じゃないですよ <laughs> そうだからもうねガチであの,そのセットリストを見ていつもこういう曲に長坂が選ばれたんだっていうのを楽しんでます。そう 分かっていただけたか変な人でもある <laughs> そう,えそうできるようになる過程も楽しいしもうなんかそこにみゆが選ばれたっていう事実が嬉しすぎてもうテンション爆上がりですニコそうセットリストは分からないですかななんかセトリもなんかだかかもだら この曲をみゆがやるんだとかこの曲はこのメンバーなんだなんで私はこのメンバーに選ばれなかったんだろうとかもういろいろ全部自分でその見た瞬間に考えるんですよ。で、えー、と喜ぶこともあるし一通り落ち込んでからちゃんと練習に向き合います <laughs> そういやーでもなんか幸せですこの充実感にあふれてる感なんか昔はめっちゃ嫌いだったんですよシンポジとシンポジが重なってる時とか。 もう死ぬほど嫌だったんですけど今は何かこの充実感が幸せですそうだから早くセットリスト来ないかなーっていつもねルンルンしてる <laughs> なんかまあどの仕事でも一緒なんですけどなんか作家的には。 あこの企画中坂なんで選ばれなかったんだろうとかすぐ考えちゃうのであのよくないタイプなんですけど、はい、<laughs> いやもうね幸せですだからみんなに「中坂先生」って言われるのも好きだし嬉しい今度の、あのー、FC 岐阜イベントあるじゃないですかふゆちゃんたちが出る日。 その日はライブがあるんですねのライブのセットリストを教えてもらったんですけど、あのー、それでなんか中坂が結構やったことある曲が多いみたいで「なんか中坂教えてよ」みたいなのをめっちゃさーやとかふいちゃんに聞,聞かれるんですけどもそれが幸せなんですよ中坂中坂に聴いてくれるの嬉しいみたいなそうもう中坂に聴いてくれてありがとうみたいな。<laughs> もうなんか幸せです、まあ、答えられない時もあるんですけどそれでもなんか盛んに聞いてくれてありがとうっていつも思ってるやん <coughs> そう10日の公演久しぶりに当選したぜひピオスさんのサイリウムは難しい色なんですけどなペパーミントグリーンみたいな色と。 水色だったのかな確かそう青緑みたいな色なので <laughs> ぜひその色振ってくださいペパーミントグリーンと水色かな分かんないちょっと詳しい方いざ教えてくださいてかペパーミントグリーン色のサイリウム持ってる方ってさどんくらいいるんだろう <laughs> そううん <coughs> でもここ最近一番うれしかったのはピオスさんの生誕に出れることです <laughs> 青とペパーミントグリーンか青とペパーミントグリーンだってぜひペパーミントグリーン色のサイルームみんな振ってください10日。 あゆりやさんがペパーミントグリーンだったんだへえ <laughs> やっぱやっぱペパーミントグリーンが分からん <laughs> なんかさ普通に「ペパーミントグリーン」って言われてもちょっとピンとこなくないどんな色なんだろう気になるペッパミペッパーミント <laughs> なるほどね難しい難しい 今でも可変でしょ単色彩は全然ねえみもだって青白と赤緑しか持ってないあとオレンジしか持ってなかったですよそうねあやめられるのみたいな色なるほどね そうねピアスさんとペアになるところ多いんですけどあのー、12人いやでもね8人の時の方が多かったかもしれない可変全く持ってないですおー素晴らしい単色でも SKE 昔単色ばっかだったよねだって、ね、SKE の単色祭を持ってますいっぱい。 だから優勝商品やばくないですか <laughs> めっちゃ話変わるんですけどユニットのやつのだって2じゃないよ1ヶ月弱単独公演 BS113 での特別番組ですやばいやばいやばいめっちゃ豪華ですいやーこれはね いいいですねいやーいいなぁ全部もうよすぎてやばくない熱い激圧もうなんかご褒美みたいなちょっと信用してないんです中坂さんかでかっていうとあの時は遡ること7か月前違います9か月前そう時は遡ること9か月前 CMS にてユニット対抗戦をしたんですよ。あれあの時のご褒美お菓子パーティーお菓子パーティーはにゃはにゃーはにゃーお菓子パーティーはにゃーゃはにゃはにゃーゃはにゃはにゃーゃはにゃはにゃはにゃ だからちょっと信用してないですけど、まあ、でも、まあ、いろんな大人絡んでるので、まあ、多分、まあ、叶うんですけど。<laughs> はにゃはにゃしてます。なくなったのかな、もう一回さあ、じゃ、取ろうよ。<laughs> もう一回取りましょう。<laughs> 周年深いあ長澤さんならまたいけるっしょ優勝 <laughs> いやーもう本当にいやー楽しみですよねでもかっこいい曲かっこいい曲できたら私は幸せですニコうねっくじ引きなのなんか。 本当にクマさんのチームはめちゃめちゃ先輩というかこう歴が長い方固まってるしゆずきさんのチームはめっちゃ可愛い方ばっかだしなんかおしりんさんのチームは強いし <laughs> ルカさんのチームはなんかまあはいはい <laughs> まあそうですね。でなっきーさんのチームは でもなんかナッキーさんのチームはちょっとわからんかった <laughs> でも可愛いメンバーも多いしなんかかっこいいメンバーも多いしみたいなめっちゃ調和みたいな調和グループみたいな <laughs> で中坂たちのチームはなんか結構若手多いんですよね若手っていうかまあ窮儀が多いというか <laughs> だからちょっとレオナさんにね引っ張ってってもらいたいと思います 川島がルカさんのチームなんですけど川島に「川島市町まで」って送ったのにあのー、はいスルーされた <laughs> いやもう本当に面白い,いやど,どのチームもねなんかお強いですね 楽しみ楽しみなんかね奈々ちゃんが奈々ちゃんが「奈々同期いなかったらもう無理」みたいな「奈々同期なかったら無理死んじゃう」とか言ってたら <laughs> あのなんか昨日ねみんなで話したんですけど「奈々はなんかもう同期がいないチームだったら生きていけない」みたいな「奈々の運命は明日決まる」とかずっと言ってたんですよ。<laughs> そしたら奈々ちゃんのおかげであの9期しかいないみたいなもう9期の塊みたいなチームになったので <laughs>。 そういやななちゃんのパワーすごいなって思いましたそう池田も推しに引かれてましたねいやうらやましい「池田引いたよ!」みたいに言ってて「いやうらやましい」みたいな <laughs> そうそう面白かったですもう内容はずっと言ってました今度はもう明日運命が決まるみたいな 言ってたそんなことないよ絶対キュウキュウは GI もいるんだから1人くらいはいるってみたいに言ってたけど多分オシニウさんのチームひめたんしかいないし意外とねいやうちのチームに固まりすぎてるっていうのもあるんですけど結構バランスよく散りばめられてると思いますでも池田のチームはみっちゃんとかいるし川島も冬ちゃんとかあやがいるしそう結構ねバラバラしてますけど。 どのチームにもキューキーいますあっくまさんのチームにはいないかもしれないですけどそういやーマジ面白かったですねいや演じ役じゃなくて赤がやりたいんですおしめ赤だったから。 TMS もキューキュウも多いし髪フレも4人もいるらしくてか結構髪フレのメンバーとかは「いいよ」ぐらいのテンションなのかもしれない <laughs> そうやんとここちゃんで騒がしそういやいやいや「一人オアシス21いるから」<laughs> そうよ 10機もいないな確かにクさんのチームは本当にめちゃめちゃ上の先だってドラ1の方が3人いてすごい固まってらっしゃった演じ役もしたいけど最近は赤がやりたいのでちょっとおし,お,しおしリスペクトで生きてます <laughs> そうだよ だからもうなか結構9期でも色濃いメンツが揃ったんよそうチームエースも5人9期も5人すごすぎいやもうね固く結ばれてるんですよねあ,あの青海竹内な坂は <laughs> そして青海さん さんゆうゆうさんもチーム S とカミフレの熱い絆で固まってるということねいやーもうね面白そうですね <laughs> そもそも S の吸気が濃いめだからいやそうなんよそうなんよもともと 濃いんよ色が <laughs> そうそうしかもねそうダブルスズキ恋愛コンビがいるんですよいや可いい曲は2人に任せてって感じですねいやーめっちゃ楽しみになってきたなせ理組てみてフフ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 フ もう若手ばっかで固まってるし同じチームもちょっと扱いが大変そうな鈴木このし、だってココナ引いた時のレオノさんの反応見ましたかみたいな <laughs> 引いてしまったみたいなさそのもう最終兵器と言っても過言ではない鈴木このしがいるのでいやもうこれはお強いですね。 楽屋がもうううめっちゃうるさそうなんかキはウキは余裕でうるさいから優優ゆゆさんは結構静かめなイメージなんですよ楽屋では。でも山さんもそんな、まあ、チーム S はそもそもあの声のボリュームちょっとおかしいんで <laughs> いやなんか本当ね昨日の声をあの昨日の声 があってそのメイクんかもう今横でなんかもう一人で動画見ながらあの結構誰かと話してるくらいの音量で独り言を話すピヨスさんが横にいて <laughs> ちょっと遠くにいる相手を呼ぶくらいの声の大きさでお話をする愛かぴょんさんとゆずぽさんがいたんですよ。もうそれだけでもう楽屋がすごい賑やかで楽しかったです。いや本当に。 すごいなって思いましたモータンはいやモータンは意外とそんなこともないです着替えがめっちゃ早い1時間前とか,なんか結構みんな30分から15分くらい前に着替えに行くんですけどモータンはなんか余裕で1時間2時間前に着替えるのでうん早い早いみたいな。 桃ンと南アンはめっちゃ早いです着替えが昨日ミエとあおみさんとひめたんがもうずっと着替えずに台保護してたんですよ3人で,でなんかそしたらもう時間なくてでもやばいと思って急いで行って今そのき着替え場が3人とかしか入れなくてで3人しか入れないのにあのまだ着替えてない人が4人いたんですねなんか1人入れなくてでみゆは1番に行ったから入れたんですね1番に行って着替えてたらそしたらもう 二人出てて、あと2人入れるやんってなったらあのもう一人着替えてない人とあおみさんが入ったんですよだからひめたんもうずっと外で待っててでもなんか始まる5分くらい前になってもうなってやっと楽屋が開いたんですけど着替え場が開いたんですけどひめさんがいなくてどこにも「ひめた!」みたいな「ひめたどこ行ったの?」みたいになって衣装さん大慌てしてて「ひめたひめた!」みたいになってひ <laughs> めた見つかって頑張って着替えてました <laughs>。そう 早着替え対決だと中ちゃん早いよねって思うやん中坂 TMS で多分一番着替えるの遅いですそうもうなんかさやばいんですよ中坂は着替えがめっちゃ遅くてなんかダンス曲メドレーの早着替えは、まあ、ギリ間に合うくらいなんですよいつも「ぬくもりさえもぬりつぶされて」みたいな。 くらいでもう走っていいくみたいなでも急いで「目を閉じて」みたいになってるんですけどもうそっからパレオの衣装に着替える時が遅いしアンコールも一番最後です大体パレオはえー、っと全然着替えられなくていつもでへってなってアンコールはもっと遅いのでみゆちょっとあ反省中ですなんか衣装の鐘もあるんですけど 坂のアンコール衣装はなんかスパッツ履いてみたいなスカート履いてインナー着て上羽織ってみたいなで髪飾り止めて靴が外チャックなんですよでいてる靴って内チャックなんですけど外チャックでめっちゃ締めにくくて「締めれん締めれん」みたいな <laughs> なってるの一番早いのはイカぴょんさんです あとはやっぱこう後ろにチャックがある服は自分で目閉めれないから <laughs> あのー、後ろにチャックある服って石尾さんが閉めてくれるんですよ石尾さんのタイミングにもよるわけですね、まあ、ほぼ中坂の場合これ関係ないんですけど <laughs> 全然反省してなさそう汗汗 <laughs> 汗汗元の衣装に戻しませんいやなんか <laughs> いやか見ましたでしょモータンがモータン はあのずっとみゆが今まで着てた衣装だったはずなのに12人になって急にひめたんがその衣装にひめたんがここ最近ずっと多分公園に出てなかったっていうのもあるんですけどひめたんがその衣装に戻りあおみさんがかのさんの衣装になってももは確か多分その2つをめっちゃ気に入ってたんですけど2つとももが,がいつも着てる黒の T シャツにこうジャケット羽織ってみたいなスカートみたいなスカートじゃないかズボンみたいな衣装はえ スカートかな分かんないけど <laughs> は犬塚さんのサイズなので多分姫ちんと青海さんはあの身長ってとか丈的に多分足りないのかなでそれで多分モーが着てるんですけどモモかミウなんですよそこの衣装って、まあ、姫ちゃんもたまにあるんですけどいろいろあってそうで中坂は割と今固定できみちゃんの昔着てた衣装みたいなきみちゃんが昔着てた衣装みたいなであの ちちゃゃんがなんか変わわっちゃったわけですよ私のせいで, <laughs> で割ときみちゃんもコロコロ変わるんですけど最近はい私のせいでとりあえずんかでも衣装を決めるのは1個前の公演にを担当した衣装さんが決めてるらしくてか例えばじゃあー m s の前日が K2 公演だとしたら K2 公演に入ってた衣装さんが翌日のー m s 公演の衣装を決めてるんですよ誰がどの衣装を着るかみたいな。 だからあのー、はいその日にいる石尾さんに言っても意味なくてもう前日に誰いるかわからないからもうドキドキでも中坂はもうアンコール固定になったので幸せですあもうお腹出ないしイエイイサくもないしイエイイシーって言うならめっちゃ汗かいてるのにあのオレンジのトップスをこう羽織ると汗がめっちゃつくんですよトップスにだからそれだけが嫌ですそう 一番ダンスしにくい。動きにくい衣装はどれ <laughs> あ。でも昨日初めて。あの、ロングブーツを履いた履くタイプのダンス曲メドレーの衣装でダンス曲メドレーを踊ったんですけど、ロングブーツのヒールがなんか？オープニングのロングブーツはそこかかとがこんくらい分厚めのかかとなんですね。だからこうまあ、バランスが取りやすいんですけど、ダンス曲メドレーの？ 普通のショートブーツバージョンはこういうかかとなんですけど <laughs> ロングブーツは最初はこんくらい太いのにこう細くなるタイプの,あのタイプのロングブーツだからもうめっちゃここだけ何ですか靴先かかとの先っちょだけこう地面につく方が細いんです <laughs> だからその細いとめっちゃとバランスが取りにくくてあのもう昨日滑り散らかしてましたダンス曲メドル前半。 ぐる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 みたいな危ない危ない危ないみたいなそうでもそれはゆゆさんの靴なのでゆゆさんと出る時は履かないんですけどゆゆさんがいらっしゃらないと結構それなので足が短く見えないもともと短いからでもゆゆさんはいつもそれで前半を踊ってるんでいやめっちゃすげえと思ってびっくりしましたそうですねでも宮山さんもそうか 三百丸さんはなんか多分長ズボンにロングブーツじゃん <laughs> 暑そうみたいな <laughs> めっちゃ暑そうじゃない中澤君はなんかずっと短パンだったのになんか短パン禁止法が出てしまってあのスカートばかりになりました <laughs> <laughs> そう優さんはそれで大丈夫なんですよすごいですよねいやもうガチガチ尊敬なんかさあのー ぬぬぬひめたいこうやって回るところあるじゃないですかもうそこがもうバランス取れなくてあの何回歩いたかわからないみたいな「タカタカタカタ,カタ」「消えてしまう」い <laughs> なりましたそう短パンはあの短すぎて足がね長いのか短いのかよくわからないんですけど中坂さんの足の関係上すごい短すぎるって言われてこれからはあのスカートにしてって石尾さんに言われましたでも絶対 ゆずぽさんとかももとかの方が絶対短いのに私は短いからダメって言われました私のちょっとねあの足の形が良くないみたいなで,でもたまに当てられますなんか短パン怪我はね全然しないですすぐ筋肉痛になっちゃうだけです <laughs> そう他に苦手な衣装ある苦手な衣装ですか踊りにくいとかは あでも、あの ZIP、ー、で着たコートはコート羽織ってた方の衣装あるじゃないですかあの金銀とかパーティングショットとか踊ってたやつあれはもう肩が動かなさすぎてパツパツででも脱げないんですよ汗すごすぎてめっちゃ踊りにくかったで、ね、す青がの白の衣装も好きじゃないですあれはもうお腹か青がの衣装がそもそも全然好きじゃない <laughs> 青がはなんか,なんか袖ない <laughs> 青が袖ないからさ制服もなんか袖結局なくなっちゃうし中盤局とかユニットも袖ないし中盤局も袖ないしアンコールあの浴衣とアンコールしか袖ないから好きじゃないですいだからあの袖でがあるタイプの衣装が好きです だからここがひらひらひらってなってるタイプの袖の衣装とかも好きじゃないあのー、あるんですよ強がり時計とかイノセンス踊ってる青の衣装あるじゃないですかあれ肩出てるメンバーとここがピロピロしてるメンバーいるじゃないですかでミエはいつも肩が出てるタイプなんですけど私はそっちが好きなんですよでもうもうピロ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 みたいなタイプの衣装がめっちゃ好きじゃないんですなんか踊りにくいとかなわけじゃないですけどなんか好きじゃないです 鉄なは鉄菜も袖ないから <laughs> 袖ないし短いしお腹出るし <laughs> はいユニット曲はなんかグローリーのバックダンサー以外は別にいいですはい TikTok で見たよ TikTok? わかんない TikTok 見上げた記憶ないんだけどなんだろうアメブロのかな はいミウは袖基準ですねもうだいぶ袖がね袖ありは嬉しい衣装です袖なしは嬉しくないそうですそうあとはなんだろうなそうかそうねでも結構長袖の衣装とかは踊りにくいんですよだからあんまり好きじゃないです でも長袖でもなんか K2 のクールガールとか踊ってるタイプは多分まだダボダボというかさ余裕がありそうじゃないですか衣装にそういうのはまだいいんですよだからパツパツみたいな,なんか好きじゃないです袖なしとお腹出しならどっちがいりする袖なしです <laughs> お腹出しの方が嫌だ ジッパーのでもジッパーの衣装は袖がないので <laughs> ジッパーの衣装は袖がないから厳しいですねはい文句多いですすいません <laughs> でもちゃんと着るから結局お腹出しは涼しそう涼しいけど初めてお腹出し衣装着た時お腹が冷えてお腹が痛くなりました 引引っっっかかかかかかかて転んんだこととでもなんかスカートによくかかとが引っかかります私の場合最近なんかビビってなんか足ってこう,こう足があるとしたらこう曲げるじゃないですかでもなんか怖くてこうこうさギュッと手をつなぎながらっていう時にこう足をこう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 ,こう,こ,うこういう感じで足があるとしてこう曲げたいんですけどこう曲げるとここにあるスカートに引っかかる可能性があるので。 わ <laughs> か,るなんか女,の女の子走り方みたいな女の子走り方みたいなこういうタイプの走り方みたいなわかりますかみたいな感じで足をを上げることに力を入れてますいや注文は多いけどちゃんと着るしはいちゃんと着るから <laughs> 言うだけだからね文句は言わないから直接。<laughs> 痛くはないけどなんか <laughs> 痛くはないけどなんか怖いんですよねこけるのがこの前こけてからさなんか怖いな <laughs> 内はどっちもクリアしてるよおーいいですねおしまいの衣装なら全然きますよ <laughs> いや,やりたいところでんですけど今日スカートだからちょっと無理です。<laughs> <laughs> もっとあれさ両足が浮いてたねなんか「にゃー!」みたいな <laughs> そう危ない危ない,いや分かんない教科書そんな真面目にちょっと読んだことないです。な <laughs> ななんんんかかささ結構みんながさなんか えこの話教科書に載ってたよねみたいな何年生の教科書に載ってたよねみたいなちょっと話ついていけないですマジで1回も共感したことない昨年の8月14日昨年の8月14日ならあげてるかもしれないですあのー、どうかなみたいなやつですよね多分 <laughs> 多分どうかな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 ,どうかなロミちゃんマイメロなんだけどみたいな多分の、う、だ、ん、ったらあげてます 私服はいやズボンが多いですロングパンツが圧倒的多いですね中ちゃん的これは NG 内装は特にないですよ与えられたらちゃんと着ます <laughs> だから本当にこういう衣装だけはやめてください見た内装は特にないです はい、その日です、ね、あすごい <laughs> すごい知ってる方がいたでも NG の衣装はないけど入らない衣装なんかね今までに「入りません」って言ったことは一度もないんですけどもう怖いのだからもうこの前はあのこの前なんか撮影がいっぱいあってあの衣装をたくさん着る機会があったんですけど。 すっごい細い衣装に当たっちゃってもうなんかでもその衣装ちょっとどうしても着たくて「息吸うんでちょっと閉め, <laughs>、はい、めてください」って言って「はい閉めてください!」とか言ってはい閉まった!」<laughs> <たい> <laughs> <laughs> っていうことがありましたもその衣装はちょっと格段細い方の衣装だったので決して中坂があのデブだったわけではないです <laughs> はい めっちゃ息吸って「お願いします」みたいな「あっ入りました」みたいな <laughs> そういやフラストレーションのチリさんの衣装は入りましたちゃんと <laughs> クマさんの衣装はやばいです本当にでもなんかクマさんの衣装もやばいんですけどなんか ちょっと前の本当にシングルの選抜衣装がだいぶきついです「バンザイ・ヴィーナス」「ワン・ツースリー・フォー」「ロらしく」とか私その辺着たことないんですけど現役になってからあのその辺はめちゃめちゃきついらしいです、はい、<laughs> でも,も聞いてくださいそののが入ったのは パパッッシショョンンーとかがやってたパッションユーっててたたさじゃんプラストレーションあれはチリさんの衣装だったんですよそうそう一番細いメンバーさんいやでも熊崎さんはなんかみんなに言われてません熊さんの,あのチーム以、e、公演のオープニング衣装あるじゃないですかあれやばいなんかみんな弾けますパーン目も弾けたパーンってもうそれ以降ちょっと当てられないようになりましたけども あでも確かにレナさんも細いですでまさのさんの衣装もめちゃめちゃ細いですそうあとはねそうですね現役だったらどうなんでしょうかでも結構意外と入るんですよ <laughs> 私そうそうだからまあ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  はじけたよ、なんか「君に重力心パシ」みたいな踊ってたらパーンみたいなちゃんと止めようと思ったけど止まらなかったからもう諦めたでもそれ昼公演で、ね、夜公演はじけなかったからはい <laughs> そういやもう痩せたい痩せたい <laughs> 私は細い細いです あー確かに倉島さんの衣装も細そうそれな確か前綾丸さんの衣装を着た時にめっちゃ細すぎてびっくりした記憶ありますあ確かに三尾丸さん細い三尾丸さんの衣装を当て込まれたことがないんですよね、まあ、普通に考えてあの <laughs> 普通に考えて多形的な問題 <coughs> だから <laughs> そうねみゆは本当に千リさんの意思を当て込まれることがすごい多いです千リさんでも最近は身長高い先輩の多,い多かったんですだから長から成長期だからって言っていっぱい来ました いやー早くねちょっとこの前撮影したやつ公開されてほしいですねアイス我慢できればうんアイス我慢してます食べるのは三時だけです三時は一番カロリーの摂取量を抑えられるらしい 展示で見ててもこれメンバーののウエスト木の枝って思ういやほんまにほんまにそれほんまにそれな <laughs> 最近ねあんま見ないですけど展示される機会もあでも女性専用とかの時はね展示されてますけどまちょっと出たことないもんで <laughs> 赤ちゃんを加入してから9センチ伸びました身長信じられない これの集合写真の並びは？誰が決めるの？中坂はなんか後ろがいいですって言って後ろにいます。いつも <laughs> なんかね。あの、こういう座り方を公園の時にしなきゃいけなくて、お姉さん座りって言うんですがあれがねできないんですよ。だからそ <laughs> の立ちたいタイプです。これができないから、なんかこっちはまだできるのなんかね。こっちが、ね、やばい。 なんかまだ足が見えてないからすごい綺麗に見えるかもしれないけどすごい体傾いてるじゃん <laughs> 無理無理できないですよいしょちゃん女性人気あんまりないそういやーでもどうなんで最近はでもなんかちらほら、ちらほら増えてきてるよ 前最高熱ッツで座ってたよねあバレてたピオさんに怒られました <laughs> そう腰が痛い腰が痛いんなんて体が硬すぎてできないんですよその座り方が ルーさんが土曜のトーク会であの頃の衣装だったんだけど間近で見れてすごく良かったなええー、ですよね間近で見れるのって魅力的じゃないですかうんうんうんいいですよね女性人気って難しくないですか,かそもそも <laughs> なんかあまり言い方が良くないかもしれないですけどそもそもあんまり SKE ファンの中で女性ファンが多いイメージはちょっと中坂の中ではあんまりないんですよだから 男性の方が多いイメージだから SKE 全体的に <laughs> 劇場公演とか見ててもなんか12人になってからあるのかわかんないんですけど8人の時は結構右前右前っていうか下手の前の方が女性ペアとかが多かったんですけどそうそう。 仕事が一段落したの。お疲れ様です。<laughs> そう。あ、SK さんこんばんは。SK 放って特集生チーム S 十六歳のなちゃんことなかさこみえです。なんか特会は確かにあんまり見は女のファンの方は来てくれないですけど、でも来てくれる方もいますよもちろん。 なんかね、特殊な、特殊なね、方法で来てくれるようになったんですよ。そう。でも結局、トーク会きっかけが多いかな。でもやっぱショールーム多いですね。ショールーム見てきました。え、待って、21時。やばい、やばい、やばい。ちょっとそれは聞いてない。ねえ、もう、<laughs> もう、自分が嫌になる。 ため息ため息特殊な方法とはなんかその方は <laughs> 推しのれ私がオタクだった頃に推しのれにいた方だったのね推しのれにいたよねって言ったらファンになってくれましたすごくないえどうしよう歌おうかな歌おうかな歌おうかないやいや歌わないとこうかな早すぎたねいやごめんっていやごめんってすぐ終わります 時刻教えてたよ全然気づかなかった。<laughs> めっちゃ話に夢中になっててくさ。あほんとだほんとだえ全然気づかなかったごめんなさい。大富豪したい。OK。やめる。<laughs> やめるやめるやめるねちょっとギフト読めますいいえんかわいい中坂かわいいってコメントで待ってますママさんケイトーシャーさんケイトーサーフィンさんハート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 ニキセイさんとらのおんぷぶどうぶちぶちさんハートえサーフィンさん可愛いいマンワンさん小番サーフィンさんケイトーシルルルンさんハートハートソロムーンさんケイトーシルルルンさんハート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 シャーさん小番エアイサイニャニャさんとらのむたらんのむたらんのむたらんのむたらのおんぷ スマッシュさんハート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 お花さんハートスマッシュさんケイトシルルルンサミドイナルマスマッシュさんハートハートハートシルルルンさミドイなるマかわいいかわいいかわいいケイトケイトケイトお花さんハートブルブルブルドッグさんライフ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 ライいライとライフライフライフライ 何をやるべやるべ。今日の中身の七十三位は、でけでけでけでん、推しのぶたのふんふんさんです。ありがとうございます。いや変わっちゃった。もう一人は S.K. のくものぶたのふんふんさんです。ありがとうございます。バチバチバチ。二十から読みます。いきます。 せーの。わかめさん、わっささん、フユピオマさん、トマトさん、カキンさん、中坂さん、ブルドックさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。え、そう、レオナさん、リップ来ました、今。<laughs> 変身しなければ。13位、<laughs> さあ、ありがとうございます。パンダ、カラカラカラーン。12位、<laughs> さあ、ありがとうございます。サー 11位、さんありがとうございます。ひひひひ10位、さんありがとうございます。ドラゴンガオ九9位、さんありがとうございます。キー。位、さんありがとうございます。ぶどうプチプチ。七位、さんありがとうございます。そろめプチ。<laughs> 分かんない。6位、さんありがとうございます。アジサイニャンニャン。5位、さんありがとうございます。 4位、フンフ3位、ありがとうございます。あっちこっち、どっち ?3 位、フンフンフン、3位、<laughs> 3ありがとうございます。ワンワン。2位、フ <laughs> ン3位、ありがとうございます。しるるるるそしてき日の1位は、<laughs> 3です。イェーイありがとうございます。せーの。 すばしいありがとうございますということで、改めまして3666人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。こんな終わり方で本当に申し訳なく思っておりますが、えー、21時そうですね、12分くらいから大符号できたらいいなって思ってるので、ぜひよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。せーの、バイチャンじゃんけんポンあっちむいてほい。今日の合言葉は、でけでけでけデンん。 チョコレート美味しいバイバーイ